この手のひらほどの幸せは2007年に出版された伏瀬明作の童話。もともとは伏瀬のコンサートで本人により朗読された作品であり、それが出版されるに至った。昭和33年、新潟県長岡で暮らす健一と隆二の幼い兄弟は二人にとって親代わりの祖父を亡くす。 二人の母親は竜二を産んですぐに亡くなり、父親は都会に出稼ぎに行ったまま、行方知れず、天外孤独となった二人は、池内が世話をする、希望園という児童福祉施設で暮らし始める。半年後、竜二は、竹林家の雄造、育子夫妻の養子として引き取られ、健一は中学卒業まで施設で暮らすことになる。十五年後、高校三年生になった竜二は、 吹奏楽部の高校最後の演奏会に向けて練習の真っ最中。公演の告知を地元の FM ラジオ番組に依頼すると放送時にリュウジ宛てに希望の星と名乗る人物から応援メッセージが読まれる。希望の星はどんな人かと直接 FM 局を訪ねるリュウジだったが若い女性ということしかわからない。とにかく希望の星に元気づけられたリュウジは 練習に励み、公演を無事終える。その頃、健一は鉄道が営む東京の公務店で、先輩の里氏に教わりながら、一人前の大工になるため日々、汗を流していた。健一が過去に、父が送ってきた封筒から居場所の手がかりを考える。その様子を見た里氏から、一つの可能性として、長年連絡がないのは、すでに亡くなっているのではと予想され、 ケンイチはショックを受ける。ある日ケンイチは、リュウジに会いに、新潟の竹林家を訪れると、養父母から、リュウジが、高校卒業後は印刷所を継ぐつもりだと聞かされる。養父母から大学に進学させてあげたいと頼まれて、願ってもない話に、リュウジに進学をするよう伝える。また、ケンイチはリュウジを引き連れて幼い頃に住んでいた実家を、訪ね、施設に入った。 当時の思い出話をする。そして、健一は、埋葬されたお寺から数日前に、父の遺骨を譲り受けたことを隆二に報告する。大学を受験することに決めた隆二は、養父母に負担をかけないために、新潟の国立大学一本に受験を絞る。受験中に聞いたラジオ番組で、希望の星から自分宛に受験勉強の応援メッセージが読まれ、隆二はさらにやる気を出す。 そんな矢先、鉄道から健一が仕事中に落下して危険な状態と電話で知り、養父母は東京に行くよう竜二に言う。しかし鉄道から健一が和ごとで、竜二、大学に行けと言っているのを聞いた竜二は養父母を説得して、翌日からの受験を優先する。大学受験を終えた竜二は、急いで病院に駆けつけるが、意識がなく、眠ったままの健一に再会する。 ケンイチを見つめるリュウジの脳裏には幼い頃、ケンイチと二人で勝手に施設を抜け出し実家に戻ろうとした時のことが蘇る。実家に帰る道中、静雄というおじさんに出会い兄弟は幼いながらも幸せについて考え始める。2010年に加藤雄大監督により手のひらの幸せの題で映画化された。リュウジの関係者、ケンイチの関係者リュウジが、 子供の頃に関わる人その他の主な人この記事は以下のカテゴリでも参照できます手のひらの幸せに関するカテゴリありがとうございます